電話がかかってくると専用の機器が瞬時にブラックリストと照合して迷惑電話からの着信と判断した場合には、このように赤いランプが点灯して自動で拒否してくれます。 KDDI は明日から固定電話向けに迷惑電話を防止するサービスを開始します。固定電話に専用機器をつなぎ、迷惑電話の着信を自動的に拒否します。赤いランプの点灯で知らせ、着信音が鳴らないため迷惑電話に出てしまう心配がありません。警察や自治体が持つ振り込め詐欺や悪質な勧誘などに使われた電話番号を毎日自動受信し照合します。